はい、田中球児です。今回ね、お前らね、マジで気づいてないけど、ピースキーパーめっちゃ強いんですよ、今。これ嘘だと思うでしょ？まあ、すぐね、お前らすぐ人を疑う。でもね、このね、俺の言ってることはマジなんですよ。いや、マジで一瞬で強くなったことがわかるのを見せるわ。これやばくない？ピースキーパー。そうなんですよ。ピースキーパーアップデートで、エイム時の移動速度がなぜか大幅強化食らって、まあ、見ての通り、999とか QXR 並みになったんですよ。てか、ぶっちゃけ、999よりか早い。999で、この端から端まで行くよ。って、まあ、ちょっとだるいから、ちょっと省略するんだけど。まあ、とりあえずね、まあ、だいたい8秒ぐらいで行くのね、これ。でも、ピースキーパーだと同じことをやるとね、7.9 秒ぐらいで行くんですよ。まあ、つまり、ピースキーパーの方が999よりかカスタマイズすると早いのね。これやばいでしょ？今お前ら SMG のレレレうぜ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 って言ってるじゃん。アサルトでもレレレできるんですよ。なんでこいつね、使われてもおかしくないんだけど、なんかみんな使ってないんだよね。多分本当に、ピースキーパー存在忘れられてるんだと思う。で、なんでピースキーパーね、AMG の移動速度やばいかっていうと、このストックの、アジャイルストック。こいつがやべえんだよ。40% もアップすんだよ。AM 時の移動速度。それは早えわ。このカスタマイズ必須ね。まあ、他のカスタマイズはま、こんな感じにしてるんで、まあ、参考にしてください。参考にしたら、田中さんのカスタマイズ参考にしたよとね、ちゃんと宣言してください。まあ、これほんと入る可能性あると思うんだよね。アメリカ人の友達の、まあ、トムも言ってたわ。アメリカではピースキーパー流行ってるぞと。Hey, Japanese, なんで使わないんだいって煽られたわ。まあ、トムも言ってたからマジだと思う。ということでね、ピースキーパー使っていきましょう。どうぞ。ハイライズできるチャンスだったのに。惜しい。ハイライズできる最後のチャンスだったのに。ということで、ピースキーパー使っていきましょう。ピースキーパーはね、横移動で敵を圧倒するんだけど、やっぱビゾン多いな。でもね、ビゾンに対抗できる銃ではあると思う。なんでかっていうと、さっき言った通り横移動動きできるから、その横移動動きできるかが今のこのゲームの強武器の条件なんで、強武器の条件は満たしてんだよ、一応ね。だから打ち合い勝てるんじゃねと、オッケーオッケー。でもアサルトらしく射程距離もそこそこあるんですよ。まあ、そこそこなんだけど。お前ら、おいお前ら待って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 、ビゾンに投げ払われてんじゃねえか。オッケー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 。俺がビゾン、なんで後ろに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 。オッケーオッケーオッケー。ね強いっしょね。今のは、まあ、ナイファーっていう特殊な種族だから、そもそもね、なんでナイフで一撃にするんだよ。それだったら銃弾で一撃で死ぬの、そもそも。よく考えてほしいんだけど、ナイフで一撃で死ぬ人間だったら、銃弾も一撃で死ぬよね。待って待って、これやばい。これマジでやばい。拠点取り、オッケー、マジで入ってくれんの。神方じゃん、これ。神方っていうのは神の味方って呼んで、神方ね。ちょっと今感動してんだけど、クラスって大体あれの場面で、殺されるんだよ。要は、味方が誰も入ってなくて、うわ、マジで死ねえよ、味方ってね。言いたくないけど、言っちゃうのがクラッシュなんだけど、これは勝ってるかもしんない。待って、オッケー、レレレ動き、ダーン！こいつ油断してっかんな、レレレ動きできんのが、自分だけだと。その油断がピースキーパー、俺の勝利になるんじゃと思ったけど、なんで弾数あっちの方が多いの？明らかにあっちの方が弾入んねえだろ、水鉄砲なんだから。水鉄砲の方が弾数、まあ、でもいいや。この、ほら、お前ら油断してんだよ、これ。もう完全に油断してるわ。オッケー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 。ねえ、もう諦めて俺の100ポイントになるよ。お前俺の100ポイントになるために生まれてきたんじゃねえのかよ、マジで。いいね。待って、これが、ピースキーパー。他のアサルトとは違うんじゃ。格が違う。他の AK-47 とかと一緒にしてくれるな。ピースキーパーは最強のレレレ動きするアサルトなんじゃ。悔しいねー。アサルトにレレレ動きで負けて悔しい。打ち合えよ。PP19 らしいな。打ち合いに勝てなかったら、すぐランチャーってか。お前、育てた母ちゃんがその立ち回り見たら泣くぞ。お前がサーマイト投げるたびに母ちゃんを傷つけてる。その意識を忘れるな。ちょ、すいません。充電がやばいです。私の命もうちょっとで切れます。お前ら、この味方、神方だからちょっと勝ってやりたい、これ。ねえ、それなし。はい、悔しい。
本当にブルーチャージはね、ブルーチャージ使うやつってね、あれ、ブルーチャージ使うやつって、スポーツとかでもうすぐなんか審判にアピールプレーするやつな。もうそういうことよ。そういうやつ、俺はね、そういう真摯なプレイヤーなんで、ブルーチャージってアナイアレーター使います。アナイアレーター使うと顔もかっこよくなるし、女の子に持ってるけど、ブルーチャージ使うと女の子に持ってないし、顔もかっこ悪くなるし、頭も悪くなる。お前ら、モテたいなら、アナイアレーター使え。もうほんとこれ渋谷で、もう渋谷でマジで言われてる。渋谷のみんなはね、もうクールなアナイアレーターを使って、ほら。アナイアレーター、もうクールじゃないわ。これはクールじゃないわ。サーマイトは。サーマイトはクールじゃない。もうクールじゃないやつはすぐサーマイトに頼るってわけよ。己の力を信じ、待て、その拠点取れ、拠点取れ。オッケー、クールなんかに頼ってるやつはすぐダメ。あのね、勝利に、その勝利は、そのあれだから、その勝利、戦争にはルールなんてないから。ルールはない戦いだから。いける。これで待って、フリジーエで負けたら負けになるんだよ。でもこれ味方神だから、ちょっと勝ちたいよね、これ。味方クソ、待って、めっちゃおるよ、めっちゃおる。なんで来ないの。え、ここいるっしょ、まだ。まだいっしょ。なんで来ないの、ここ。まあいい。ちょっと前押しするよ、これ。オッケー。やばい、マジでやばい、今のピースキーパー。今、やばくね？いや、マジでやばくない、ピースキーパー。これ、PP19 にできますかってことですよ、これ。ね？ほらね、分かってるけど、勝ってない。これがレレレの魔力よ。これがレレレの魔力よ。え、待って。すいません、これ、ここ押さえてるんで。オッケー。ここ押さえてるから頼むわ。ここ押さえてる。オッケー。ここ押さえてるから B を取ってほしい。マジで俺もビートルナイス。マジでナイス。本当にマジで神方。今回待って、最悪。オッケー、ミサイル出す。オッケー、全員やる。マジで味方神。オッケー、ブレルタン。マジでいける。マジで勝とうぜ、みんなで。これマジで勝とうぜ。俺こんだけ味方に勝たせたいと思ったの初めて。下から上がってくる。頼むぜ。俺信じてるから。え、待って。頼むぜ。B にいるやつ。頼む。ナイス。止めると。お前らと止める。ナイス止め、マジで。その止めマジででかい。本当にお前神。神の生まれ変わりだと思ってる、お前のこと。いける。やれる。よく。もう、待って。俺も勝利選ばん。オッケー。3枚って投げる。オッケー。ナイス。でかい。マジででかい、お前ら。お前らマジで神。お前らほんと神。お前ら好き。チューマン。チュッ。お前らにチュッ。これで戦力かかったわ。俺のキスで今戦力上がるわ、これ。今俺のキスで、ちょ、田中さんのキス受けて戦力上がりましたって、人言ったら DM ください。毎回キスしてあげます。あ、来たね。はい、持ってない。こいつ持ってない。こいつあれだろうな。驚愕で男子校やってるタイプだ、事実上。おめえの周り男しかいねえじゃねえか、驚愕なのにってやつだよ、お前。悲しい、高校3年間過ごすタイプだわ。俺は違うね。俺はスマートだから、そういうことしない。もう驚愕女子校よ、実質。女子校ってのもちょっとやばい気がするけどな。最後突っ込まれて死んだわ。アウトロン入んの？いや、アウトロン最近ちょっと流行ってきてるよな、地味に。地味に流行ってきてる気がするわ。ということでね、まあ、今回こんな感じでピースキーパー使っていきましたが、皆さんもね、ぜひ強いんで使ってみてください。お疲れ様でした。おつ。前押ししてくるんで、拠点を皆さん、なんでこいつやばくねえ？マジで。え、こいつさ、なんかさ、めっちゃ無双してんのかなと思ったらさ、強いから、俺以外にキル取ってない。やめろ、なんか俺、なんで俺以外にキル取らないの？こいつ、全部俺がキルされてる。7キルのうち全部俺がキルされてる。俺一番17キルってこのチームでさ、先頭走ってんのにさ。ねえ、なんだこいつマジで。俺にだけ強いんだけど。待って、B 取られてる。なんでこいつ俺にだけ強いの？いや、やばくないマジで。こいつ俺にだけマジでやばい。ねえ、やばいな、こいつ。やばくねマジで。全弾当たってんじゃん、これ。やっぱスナイパー弱体化すべきだな、もっと。うん。一撃範囲全削除でええや。やばい、マジで俺にだけ強いやついる。俺だけ、なんでこいつ俺にだけいるの？え、マジで俺にだけ、え、やばくないマジで。え、こいつやばい。全弾当たってるって、俺にだけ。こいつ俺にだけ全弾当たってんの？マジで。オッケー。もう、
もう今より拠点とか無視しよう。知らんわ。A 拠点行ってるからこれ狙われるんだよ。よく考えたら。拠点取ったらバカらしいわ。やんねえもん。二度と拠点取らんわ。楽しい。拠点無視しとん。マジでこいつ俺にしか当たんない。マジで面白くねえ。やばくないこいつマジで。本当にやばくねえかマジで。動画になりまし。